岡山県警の発表によりますと、県内で今週に入って6件の建物火災が発生。このうち4件が一人暮らしの高齢者や高齢の夫婦が暮らす住宅からの出火で、高齢の住民とみられる2人が死亡しました。火災による死者、特に住宅火災による亡くなられる方っていうのは減っていないような状況です。住宅火災10件に1人の割合で命が失われている。岡山市消防局管内で去年発生した火災は203件、死亡した人は13人で、死者のうち9人が高齢者です。岡山市消防局などが行った実験のデータです。火災が発生した際、高齢者と若者の対応を比べると、出火に気づくまでの時間に差がない一方で、高齢者はすぐに避難せず消火しようとしたりパニックになったりして、脱出までに若者の2倍の時間がかかったということです。まず自分の命を最優先に考えまして、消火できないと判断した人にもすぐに安全な場所に避難してほしいと思っております。火災発生後の備えも大切です。こうした警報器や消火器なども命を守ることにつながります。岡山県内の住宅用火災警報器の設置率は 80.2% で、全国平均を下回っています。岡山市消防局は、警報器の設置や定期的な点検、自宅での避難訓練などを呼びかけています。する時期を迎えます。皆さんの命、財産を火災から守るためにも、今一度防火意識を高めていただければと思います。明日から来月7日までは春の火災予防運動、今一度火事への備えを確認し、予防に努めましょう。